はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画レイコーです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。さあ、今回は4位のトップロード成田との試合です。まあ首位とは僅差、本当に僅差、得失点差のみの2位なので、実質首位と言って過言ではないというところです。さてですね、くるみを使わない幸子を七子の代わりに変える。と七子は温存、さつきをエスミの代わりに使うと。これでいってみましょう。さてと、なんかいいな、いい選手だな。さあ敵地に乗り込みます。それでも勝率はほぼ合格、いや、こちらの方が上回っているぐらいですから、いいですね。おっとピンチ、早くもおっとパンチングで逃れた。ファールか。さあ緑上げた。あおっとおっとミオが、おお残念。いいこぼれ球を拾ったとこはすごい良かったんですけどね。どっちだ？ゴールキックです。さあ、サヨが確実に。ああ、しかし。おっと、おっと、ナイス、萌え。拾いがうまいですね。おっと、ミノリが抜け出した。1対1だが、あっと、どうしたんだ？なんか不安定ですよね、ミノリ。あれで決められないとは、緑もひどいな。まどか、早く池をチャージに。あっと、これは、オフサイド。さあここはゆっくり行ってほしい。さあ今度緑アートのホイッスル。ミオがインターセプト。がサチコ、サヨが抜けた。ナイスシュートが、これは左へ。決定打が大事ですよね。サヨが、危ない危ない、ファールになったらペナルティーキックだった。さあ、あっさり決まってるぞ。あーっと、取りに行ったのが技ありした。さあっと、ピンチが初めて、ピンチがあった、入られてしまった。なかなか緑が決められないところに逆に相手が、さすがに夏希も我慢できませんでした。おっと、広田だ。見よ、ここで前半終了ですね。サヨの調子が良くないな。彩香を投入しましょう。まずは
これで後半で後半へ備えましょう。なるべくくるみは使わずに備えたい、勝ちたいところですが、さあ彩香にパスが渡った。彩香フレッシュだ、あーっと QBK だ。緑がさよ、あーっとさよが、おっとまたチャンスを続く。幸子ファールだ。さあ緑、おっとちょっとさよが危ないですね。くるみと変えましょう。そしてミオと、ダリオどちらを変えるか、サツキを投入しましょう。ちょっと疲労が溜まってきてるよな。サチコナイスファールですね。さあここで、選手交代です。さあちょっと相手がファールか。さあなんで、あっさりすぎる。あーやばい、1対1。おっとしかしこれはナイスセーブ。すごい窓かファールですね。ちょっと嫌な流れ。あー広田取られちゃったよ。さあ時間がだんだんと減ってきましたよ、持ち時間が。あーっとこれ入っちゃうのか。サツキが上げて、それを緑が、なんでこれ緑決まらないんだ。おっと、おさあ相手が攻めるシーンが続きます。マンダを抜けたが、あとムニョス3点目。これは痛い。おっとサツキが超えたが、あーっと試合終了、惨敗を喫しました。緑これは決めてほしかったが、なんとその緑は決められない。そして選手権を取られてしまいます。これは悔しい。これ決められないとは。シュート。何よ、これ壁打ちですよね。
シャリムガルが自分で持っていってこれ、はい、入れ合えるとはミドルですね。ミドル上げたが、これも決めて欲しかった。ミドルどうなってんだ調子が。とこれで決定的な3点目、相手の守備陣がもう完全に、こちらの守備陣が働かなくなったところで相手が一気に攻められております。おっと、今度はサチコが怪我続き、3位に交代。そし再度サセボドックスがっていうか、再度じゃないか、タマミラージュと順位が入れ替わりました。そのサセボドックスと次回やりますね。おっと、セツコ、隅を解雇して取りに行きましょう。本当かな。はい、怪我2人出て、試合もさ、3点差をつけられて負けて、かなり、苦しい戦いとなっております。まあ、ここは我慢のしどころだと思いますね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。いつものことですが、チャンネル登録、高評価、コメント、SNS の拡散をお待ちしております。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。